寺下、鈴木、浅田の対戦となった1回戦 B グループ。第4フレームの寺下は、ここでターキーを決め1フレのミスを取り返す。鈴木と浅田は共にスペアとし、ゲームは第5フレームへ。でここで寺下がストライクを持ってくると、しかも来ると一歩リードという形になります。うまくリードができるという。いやいやいや、来た、フォースを持ってきました。すげえ、うん、また声が出たが、鈴木明が取りましたいいですね、はい、さあここで鈴木もストライクを負けずに持ってきました。浅田里奈、右のレーンに移ってどうか。うわーと、3回連続10番ピンを残したという形ですね、ですね、今、はい、おい今日のレーンコンディションが41フィートというところで、はい、まあ、ここのところ43フィートですとかね、はい、まあ、そういったコンディションが多かったんですけれども、うん、2フィート約60センチ短いオイルの、引き方なんですけれども、まあ、こういう時っていうのはやっぱりオイルが最初前半戦は伸びるという、うん、いわゆるオイルが、ピン側の方へ伸びていくという現象が起きると、はいはい、今のようにタップが出始めるんですね。ということはかなり変わってくる、はい、だ練習ボール中3選手本当ストライクばっかりだったのが、こういう形でね、浅田のように10番ピンが残り始めるという、それはオイルが伸びて起こる現象です。ああ、そうですか。しかしそうやってる中で寺下がよくじゃあ掴んでますね。そうですね、やっぱりねこの辺のボールチェンジのタイミングの速さとかね、いや素晴らしいですよね。さあこちらはどうだ、鈴木亜希、あれ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 、浅田里奈、さあこれは、おー、浅田里奈が左レーンでストライクを取りました、はい、今は本人の中でもね、はい、本当に納得したストライクだと思います、はい、10番ピンが残るということは食い込みが甘い、ちょっと薄いということで、厚めにねしっかりアジャストしましたよね。でしょうね。さあこれは4本ありますからね、4本、はい、取った。この後もストライク連発。